突然ですが、ラジオ番組ファジアの岡山 J1A の怪談シーズン5と連動する形の YouTube チャンネルダイナマイト放送部のファジ J1 日記2022がスタートする運びとなりました。アップロードはですね、ラジオ番組と同じ日ですね、第1、第3水曜の午後3時となっております。まずはチャンネル登録プリーズ、もろもろひっくるめてこれからもよろしくお願いしたいと思っております。運命の今シーズン開幕まであとおよそ10日、緊張感に包まれている正田サッカー場にやってきてるんですけど、本当にドキドキする。今日ちょっと一人だと寂しいので、スペシャルなゲスト MC をお迎えしてるんですね。元ファジアの岡山フォワード赤嶺慎吾さん、どうぞ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな形で一緒にここに来るだなんて、はい、そうですね、はい、嬉しいです、はい、もうね、慎吾ちゃんにはゲスト MC とかっていうレベルじゃなくて、はい、もうコモンっすよ。 ありがとうございます。じゃあこの後、はい、いよいよね、取材ゾーンというか、はいはい、メディアの人たちが行くところに一緒に行きたいと思いますね。慎吾、はい、ちゃん、はい、いよいよですよ、はい、なんか、はい、緊張してるいや、自分も緊張します。本当、はい、なんか余裕っぽいけど、いやいや、あのやっぱこういう立場は、あ、そうだよね、はい、確かに、ね、初めてなので。お、はい、慎吾ちゃんがプレスのビブスつけてるんだもんね、はいいやー、見えましたよ、ちょっと、はい、本当ならね、はい、あそこの中にね、はい、いたんだもんね。そうですね、ちょっと前までね、はい、ちょっと前までは、はい、まあ、今日はですね、この後広報担当の瀬島さん、はいはい、あとですね、北川社長と、はいはい、そんな流れで収録を進めていきたいと思っております。あ、番組の顧問で、はい、MC っていうか、あの慎吾ちゃんにも喋ってもらおうみたいな、はい、こういうね、やっぱ裏側っていうのもね、はい、皆さんにちょっと見ていただこうと思ってます。 The Dream to Children、 子供たちに夢を、今シーズンこそ悲願の昇格を。さあ、いよいよファジアの岡山 J1 への階段シーズン5キックオフの時を迎えました。今週と来週は2022開幕スペシャルとして2週連続でお届けします。ナビゲーターはファジアの岡山、岡山なんだね、岡山なんても出るやん、うわ、もうめっちゃ腹立つナビゲーターはファジアの岡山スタジアム DJ 一筋、ダイナマイト放送部部長ダイナマイト石村と、おなじみファジアの岡山広報担当の瀬島圭司です。そしてですね、はい、ゲスト MC をちょっと紹介していただいていいですか。去年引退した赤嶺慎吾さん、そうなんです、はい、あのメディアの皆さんに来ていただくビブスがあるんですけど、はいはい、それを慎吾が着てるっていうのが、はい、練習終わって上がってくる選手たちも誰も気づかない、開幕戦といえば、それはもういろ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 ありますので、まあ、目玉といいますか、はい、先着1万名様に。この続きは今日夜8時から FM79.0 レビオモーで放送、ファジアの岡山 J1 への階段シーズン5でチェックしてほしいと思います。パソコンだったりスマホで聞こうかなって人は、レビオモモのホームページ内、インターネットサイマルラジオ、そちらで聞いてほしいと思います。 YouTube チャンネルのチャンネル登録もお忘れなく。このチャンネルはご覧のスペシャルスポンサードサポートアテンドでお送りしました。